ダミルスコミナは、スロベニア出身の UEFA エリートカテゴリーのサッカー審判。イタリアに近いコペルで生まれる。UEFA ユーロ2008の複数の試合で第4の審判員を務め、2008年北京オリンピックでのサッカートーナメントの準々決勝の試合を担当する。UEFA チャンピオンズリーグ2011から12では、アーセナルと AC ミランの間で行われた。 ラウンド16の第2戦を担当。さらに、2012年4月4日にスタンフォードブリッジで行われたチェルシーとベンフィカの準々決勝の試合でも審判を務めた。UEFA ユーロ2012では、グループリーグ2試合と準々決勝、ドイツ対ギリシャを担当。同年、チェルシーとアトレティコ・マドリードの間で開催された2012、UEFA スーパーカップの審判に任命された。 2013年の UEFA チャンピオンズリーグ決勝では第4の審判員を務めた。2016年5月4日にサンティアゴ・ベルナベウで行われた UEFA チャンピオンズリーグ2015から16準決勝レアル・マドリード対マンチェスター・シティのセカンドレグを担当した UEFA ユーロ2016ではグループステージ2試合とラウンド16イングランド対 アイスランド及び準々決勝、ウェールズ対ベルギーの計4試合を担当。2017年5月24日には UEFA ヨーロッパリーグ2016から17決勝、アヤックス対マンチェスターユナイテッドを担当した。2018年3月29日、FIFA は 2018FIFA ワールドカップで担当する審判員を発表、スロベニアのユレプラプロトニクと、 ロベルト・ブカンとのチームで担当することが発表された。2019年2月13日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2018から19ラウンド16アヤックス対レアル・マドリード・ファーストレグでビデオアシスタント・レフェリーの介入によりアヤックスのゴールを取り消し、これが UEFA チャンピオンズリーグ史上初の VAR によるゴール取り消しとなった。同大会では 2019年6月1日にエスタディオメトロポリターノで行われたトッテナム対リバプールの決勝も担当し、試合開始20秒後にムサシソコがサディオマネのクロスを腕で止めたとしてリバプールにペナルティーキックを与え、このゴールもあってリバプールが2-0で勝利した。スコミナは2020年8月14日にリスボンのエスタディオダルスで行われた。 UEFA チャンピオンズリーグ2019から20の準々決勝も担当している。ありがとうございます。